あれ？あれ？出ますか？じゃあもういいんだよ。なでなでしようか。はい、また、あ、ちょっとさ、トイレ使ったんじゃない君たち。なんかさっき、あ、でもその前にもさ、うん、おもちゃが入っちゃったみたいで、トイレじゃないとこでやろうよ。ちょっとじゃあ掃除しちゃおう。中で出れるのは良くないと ちゃん、今日日曜日の夜なので実は君の初譲渡会デビューの1週間前です。
もう体調とか、手術の後とかね、その面では十分ですね。あとは譲渡会に行ってからの反応を、見極めて、シオンくん形式、シオンくんもまだ、成功していませんが、着いた瞬間に抱っこというかケージの中で抱いて気持ちを落ち着けるっていうのをやる必要があるかもしれません。またはチャコちゃんの場合は全然平気なのかもしれません。その辺のところは行ってみないとね。行ってみた時にシオンくんはうちに来た時と似た反応をしたと思います。ということはチャコちゃんはうちに来た時にうーっていうのとシャッシャッを言ってましたね。あれになったらケージ内で抱っこですからね。いいですね。あとはいろんな人に撫でてもらいますよ。いいですね。はい、じゃああと1週間健康に気をつけて、あんまり暴れないように。暴れます。暴れないように。無理です。怪我しないようにね。多分暴れないのは無理だから、怪我だけしないようにね。そうだね。シャクマイリー、シャクマイリー、おぉ、アンズちゃんにもよろしく。チャコちゃんがハードだからね。みんな狙ってる。早っ。シオンくん、ラフくんの時からさ、狙ってからさ、お尻振ってさ、フーだって。大きいため息ついたね、今。ちょっと時間かかったから。今、チャコちゃんと。チャコちゃんがラフくん状態です。ありました。おい。絶対来るな。
ずちゃんにも遊ばしてあげて。やこさん、やこちゃん、あずちゃん、あずちゃん、だね。休憩しなさい。